I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath though, 'cause I can't move on till I let go. おはようございます。今日は10月の25日ですね。山男チャンネルですけど、今日もキノコ狩りに来ております。で、今日の狙いは霜降りしめじと栗竹を狙っていこうと思います。でね、ちょうど登山口のところで降りてきた方がいらっしゃったんで話を聞いたんですけど、その人もね、霜降りしめじを取ってきたって言ってました。もう袋いっぱいにね取ってたんで、しかも結構ね皆さん入ってて取られてるっていう話なんで、どれだけ取れるかわかんないですが行ってみたいと思います。あとはね、クマが2頭ぐらいねこの先にいたっていうことなんで、ちょっと気をつけろっていうことでしたね。いや、さすがにちょっと会いたくないですね。まあ、行ってみたいと思います。リスですね。おお、早い。霜降りしめじにね出会うことができました。さっきにもう一人おじさんと会ったんですけど、その方も霜降りしめじをね取りに来てるっていうことで、だいぶねやっぱ取られてるっていう話でしたけど、なんとか、何本かね生えてるところを見つけられました。まああんまりね人が入ってるんで量は期待できないのかなっていう感じですけど、いいやつをね取っていこうと思います。この辺はちょっとまとまって大きいのが生えてます。おお、すごい、いいのが残ってました。この辺ちょっと人がね来てないのかもしれないですね。ちょっと残ってますね。ただよく見ないともうわからないですね。取れそう、探すのが本当に色がねなかなかこういう石と似たような色なんで探すのが大変です。この辺も結構、この辺はいいのがありますね。しかもなんか取りやすい、抜きやすい。すごい、これ霜降りしめじとはこれ思えないでかさですね。でっか、初めてです。こんな、おお、すげえ、これすごい、超絶でかい。でも霜降りですね、これでか、こんなあるんや。だいたい1時間半ぐらいね撮ったんですけど、撮れ高はこんな感じでしたね。まあまあっていう感じですね。人が入った後なんで、まあ良かったかなっていう感じです。すごい超巨大なやつもね撮れました。こんな大きいの本当初めてですけど、はい、まずまずの成果っていう感じです。さっき霜降りしめじね撮ったところからちょっと移動しまして、これからねこの山に入ってみたいと思います。で、ここはね山で会ったおじさんがこの辺もねキノコ出るぞってことで教えてくれたところになります。初めて行くところで、まあ、シーズン終盤なんでね、ちょっとどんな感じか、まあ、来年のためにね見ておこうと思って来てみました。まあ、それではねちょっと大変そうなんですけど行ってみたいと思います。出だしからすごいね、
急坂です。しかも日当たりも悪くて全然キノコが出る感じではないですね。騙されたのかと思っちゃうぐらいこれは良くないですね。まあ、上の方に行くと松の木がね出てきたり、まあ広葉樹が出てくるかもしれないんで、まあ、一応もうちょっと登ってみようと思いますけど、これはかなりきついですね。まだ登りの途中なんですけども、まあ、ちょっとね平らになって、一息ついてます。登ってきたのがねここの斜面です。ちょっと伝わるからあれですけどめちゃくちゃね急です。でこの先は一応この斜面を登っていこうと思います。まあ、だいぶ先の方にねあの日が当たってるんで、まあ、その辺まではせっかく来たんで見ていこうと思います。もう日陰ですしキノコの可能性はゼロだと思ってたんですけど出てくれましたね。栗竹です。しかも結構綺麗な株のやつですね。これは取っていきます。これ地面から出てますね。腐った木からね出ること多いですけどこれは地面から出てる。すごいこんな感じです。売り物みたいですごい綺麗。さっき休憩したところから一段上がったらですね、てかあの栗竹を取ってからあのガラッとこう林の雰囲気が変わりまして、いきなりねこうあの松茸とかキノコが出そうな雰囲気になってきています。相変わらずね日当たりが悪くて暗いんですけど、まあ、これならねちょっと楽しめるかなと思うので、まあ、登っていこうと思います。数は少ないですけど霜降りしめじも出始めました。だいぶ登ってきましたけど、多分おじさんがね、僕に教えてくれたのはこのエリアですね。まあ、多分時期が良ければ松茸ね出るんだろうなっていうような感じのところです。本当のことをね教えてくれてました。疑ってすいませんおじさん。まあ来年はねまたここにちょっと松茸探しにね来てみたいと思いますけど、今日はまあ霜降りしめじとか栗竹をね探して、もうちょい登りたいと思います。いい林ですけど霜降りがあるかどうか、こういうところにね出たりしますけど、奈良の木と、まあ、松の木が混成するようなところによくね出るような気がします。ここは人もね少ないので見つかればね結構たくさん取れるかなと思うんですけど、見つけにくいキノコなんで頑張って探します。いやもうね帰ろうと思って下山してたんですけど、ちょっとふと見たら、ね、不思議なキノコがあってね取ってみました。これです。すごいたくさん取れましたね。で結構硬い、しっかりしてます。弾力がある。で後ろはねこう白いヒダじゃなくてなんか穴が開いてますね。これはね多分黒皮ですね。色が全然黒くなくて最初何かなと思ったんですけど、多分この感じからすると黒皮だと思われます。すごいたくさん生えててね一気に大量に取れてラッキーでした。